こんにちは。カナダ在住の山達です。バイデン機密文書、別の問題発覚ということで話をしていきたいと思います。はい。えー、日本ただいまということで、2日ぐらい前ですね、日本に到着いたしました。で、まあこれから2週間ぐらい日本に滞在しますして、ちょっとドタバタするんですが、えっ、ー、と、動画は毎日投稿するつもりですので、えっ、ー、と、まあ、毎日チェックしていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 はい。えー、で、今日なんですが、バイデン機密文書問題に関する続報をお届けしていきたいと思います。えー、自宅であるとか、あと中国資金、ジャブジャブ流れてるシンクタンクからね、機密文書が発見されたってことで大騒ぎになってたわけなんですが、もうあの、サハメディアの一部でさえも、ホワイトハウス誠実な回答してないよねっていうふうに、バイデン政権の対応を批判し始めているところもあるんですね。 ま、当然ちゃ当然ですよね。もし自分がバイ、自分がバイデンを擁護する派の立場だったら、正直もういい加減でしてくれっていう風に思いますよね。最初はそのね、あの、トランプと違ってすごい協力的でどうのこうのだから大丈夫なんだっていう風に言ってて、トランプ叩きに使えてたはずなのに、気づけばすいません、また見つかりました。ああ、また見つかりましたっていう風になってて、いや、ふざけんなと、いう風になってるところも多分あるんですよね。はい、まあ、なんで、まあ、当然ちゃ当然かなっていう風に思うんですが、あの、今回のこの件なんですが、もちろんメインのその、 えー、テーマとしては、機密文書を持ち出していましたっていうその取り扱いに関する問題なんですよね。まあなんですが、その副産物みたいなもの今も出てきていまして、特にそれが、バイデンのド変態息子ハンターと直接絡むものなんですよ。で、しかもその話が今どんどんでかくなりつつありますから、これまあ正直ハンターといえばね、民主党からするとその、まあ、目の上の単行部状態でちょっと鬱陶しい存在じゃないですか。まあなんでもうね、あの、バイデンとともども親子ともども、 ホームリーさることになるかもしれないっていうね、そんなことかもしれないっていうふうに言われています。はい。っていうその副産物の話を今回していきたいんですが、その前にあの、大数字の話もね、簡単に振り返っておきたいと思いますが、もうすでに司法省動いていまして、 ガーランド省庁官がロバート・ハーという人物を特別検察官に指名をして対応に当たらせています。はい。で、このロバート・ハー結局調べてみると、またロシア疑惑にめちゃくちゃ深く関わっている人物やんっていうふうになってくるような人なんですが、まあ、詳しいことはこの動画を見てください。はい。で、あの、一つ、すみません、ちょっと訂正をしておきたいと思うんですが、あの、僕、副大統領に機密解除の権限ありませんっていうふうに言い切ってましたが、すみません、あります。はい。ということで、ここで一つ訂正しておきたいと思います。あの、ブッシュ政権下にですね、大統領令が2003年に出てまして、 で、えっ、ー、と、そこで副大統領にも、副大統領が機密指定したものに関しては、えー、解除権限あるっていうふうに、まあ明か、明記されてるということなんですね。で、えー、あとはその専門家の中でも、なんか意見が分かれてるっていうことなんですが、解除権限が、じゃあ、大統領と同等かって言ったら、なんか一応、線引きは不明瞭だっていうことなんですが、一応、優勢なものとしては、いや、そこまででかくはないっていうものだそうなんですね。あのー、ま、えっ、ー、と、マイノリティな意見としては、いや、大統領ぐらいあってもいいんじゃないみたいな人もいるらしいんですが、 ま、一応、え、それはそんな大きな意見じゃないっていうことだそうです。っていうことで、まあ、多分これはね、これから、あの、特にバイデンの身体の話にも関わってくると思うので、特に専門家と呼ばれる人たちの中で大喧嘩が始まるネタかなっていうふうに思うので、ちょっとそれはね、注意深く見ておいて、また続報出てきたら皆さんに紹介していきたいと思います。はい。で、えっ、ー、と、今回のこの、機密文書は結局今3箇所から見つかったって話になってると思うんですが、えー、こうなってくると3つ疑問がいろいろ出てくるんですよね。はい。えー、例えばね、まずなんで6年越しに発見されたんですかと。 で、発表なんでこんな遅れてんのっていうところですね。まあ、遅れた理由はどう考えても中間選挙だと思うんですが、この6年越しに発見したのがちょっとよくわかんないんですよね。まあ、なんか、いろいろと意図を感じてしまうなっていうところがあるわけなんですが、で、あとは、その6年間国立公文書館何してたっていう話なんですよね。 例えば、オバマって、大統領を辞めた後、すぐ国立公文書がつつかれてて、2018年にですね、その正式にレターを出して、すいません、順次返しますっていう風に、オバマはあのちゃんと対応してたんですよね。で、もう、バイデンは無視されて、で、なんか、えっと、 バイデン飛び越えてトランプの方に行っちゃってましたみたいな感じなので、なんでバイデンは見過ごされてたんですかっていう、このいわゆる機密文書の管理体制ですね、その国立公文書館のね。そこはちょっと疑問だよねっていう風になります。あとはなんでこのバイデンの弁護士が特別検察官を指名された後も、この機密文書捜索を継続できてるんですかっていうところなんですよね。で、あの、ここはそのトランプ大統領と大きく違うじゃんっていう風に言われているし、あと今日ウォールストリートジャーナルがすっぱ抜いてたのが、 えっと、FBI がですね、実は、バイデンのこの弁護士に監視をつけるっていう話を提案してたらしいんですね。ところが、それは司法省側が蹴ったっていうことなので、多分それはですね、あの、言うなら、家宅捜索とまで言いませんが、間違いなく司法長官であるとか、副司法長官の許可が必要なはずですから、まあそこが蹴ったっていうことは、まあ、やっぱりガーランドとかその辺あたりが、いろいろと、まあ、バイデン用語には一応動いてんじゃないかっていうふうにも言われていますが、はい。 まあ、とりあえずこんな疑問がいくつかある話なんですよね。はい。で、えっ、ー、と、この機密文書問題の話と過去の報道を照らし合わせて、あれなんじゃないって言われてるものもあるのよ。これもちょっとついでに紹介しておきたいと思うんですが、その、もちろん、 具体的に何が見つかったのかっていうところは分かりません。機密の話ですからね。ただ、副大統領2期目のものであり、ウクライナ、イラン、イギリスに関するものだったっていうことは分かってるんですよね。で、例えば、ウクライナといえば、えっ、ー、と、大統領、えー、副大統領2期目の時は2014年にウクライナで政変ありましたよね。で、そこで新米政権が誕生して、その後ロシアがクリミアを併合して、で、そのことがあって、ロシアの天然ガスを追い,が追い出そうっていう動きが出てきたんですよね。で、その時にウクライナのガス企業を徹底 で、支援しようぜっていうことで、あの IMF が、えっ、ー、と、多額の資金をウクライナの特にガス企業に流すって話になったわけなんですよ。で、ウクライナで一番でかいガス企業ってどこかって言ったらブリスマっていうところなんですが、偶然にもそのお金が流れるってのが決まった1ヶ月後に、えー、ハンターが、バイデンの息子がそこの取締役になったりとか、 あとは、えー、当時の国務長官、ケリーの、えっ、ー、と、まあ、相棒とは言いませんが、非常に仲のよろしいデボン・アーチャーっていう人物も、えー、そのタイミングでブリスマの取締役になっていて、うんうんうんっていう風になっていたわけなんですよね。 でえ、そういうふうにウクライナといえばそういう気になるところがいろいろありますし、あとはその検察官のね、えー、検察長官の、えー、解雇に関してもいろいろと圧力があってどうのこうのっていうところでウクライナは気になるところがありますし、あとイギリスといえばこれはもうロシア疑惑なんですよね。え在イギリスオーストリア、オーストラリア大使の情報がスタートになって、ロシア疑惑っていうね、えー、その、 トランプ大統領とロシア陣営、なんかロシアが結託をして2016年の選挙に工作活動をしてたみたいなね、そういう大嘘があったわけなんですが、まあそれの発祥の地になってるんですよね。はい。で、まあそういうところとか気になってくるわけなんですが、えっと、このロシア疑惑ってそもそもスティール文書っていうものが元になってたんですね。 えとまあ、それを根拠にして、例えばトランプ陣営に対するスパイ行為とかを FBI がやっていたわけなんですが、えこれ、後々分かったのが、民主党資金で作成されたものだったと。で内容に関しても、でっち上げられたゴミクズ文書だったということなんですけれども、そのゴミクズだって分かった後も、えー、そのトランプ陣営に対するスパイっていうのは続いていたわけなんですよね。でそもそもこのスティール文書を作ったの誰かって言ったら、このスティールの名前の通り、スティールさんっていう人物なんですが、元イギリス諜報機関 MI6 の人物なんですね。 でえ、この人の作った文書っていうのが、まあ、元になって、元というか、まあ根拠になっていたわけなんですが、これに関する大きな報道が2019年にあったんですね。2019年に報じられたのが、 イギリスの国家安全保障補佐官の、えっ、ー、と、グラントさんっていう人がいるんですが、そのグラントさんが、スティールは信用できないと、人物的にもそうだし、そのスティール文書の内容的にも信用することできないっていうメモが、実は2017年の1月の9日だったかな、に、えっ、ー、と、マイケル・フリン、 将軍のスタッフに渡っていたっていうことが発覚したんですね。これフリン、ンフリンさんといえば、あの、トランプ政権下の最初のあの、国家安全保障補佐官になったけれども、いろいろごたごたに巻き込まれて、えー、と、まあ、解任せざるを得なかったっていう人物ですよね。まあ、引っ掛けられたっていう話、よく、ふによく言われますが、はい。このフリンさんの本人じゃないですよ。スタッフに渡っていたっていうことなんですが、これなんで重要かって言ったら、2017年1月のその9日だかそれぐらいの期間っていうのは、まだトランプ政権が発足する前です。 で、この時まだそのトランプ陣営に対するスパイ行為っていうのが秘密裏にされていました。で、えっともうその時点でイギリスからそのスパイ行為の元になっているスティール文書が全く信用できないものだっていう情報が来ていたわけなんですね。にもかかわらずその話っていうのが、まあ、どうやら握りつぶされていたんじゃないかっていう話が2019年にようやく明らかになったんですよ。で、なんで問題かっていうと例えば連邦議員、あの、例えばデビン・ニューネスさんっていう人がね、あの、 議会権限使っっっっったた捜査をやっててていいましたがそのの時にもこのメモって引っかかってないんで、すよでこの時点でもメモの所在自体がよくわからっていないっていう風になっていましたし、フリンさん本人に関しても、このメモの存在自体、2018年にロバート・モラー特別検察官の捜査の中の、その事情聴取の中で初めて聞かされて、何それっていう風になってたらしいんですね。つまり、トランプ政権にこれ、この情報言ってなかったっていうことなので、じゃあこのスタッフって誰だと。 じゃあ、そのメモは今、どこにあるんだというところが、いろいろ気になってくるんですが、そうなってくると、持ってってたものの中に含まれてるんじゃないんですかみたいな感じになってきてるんですね。はいまあ、奥奥まだこれ、憶測の息を出ませんので、偶然なだけなのかもしれませんが、まあ、こんな話にもなってきてるということです。はい っていうような、まあ、あの、過去の報道と照らし合わせた話なんですが、はい。で、えっ、ー、と、今回ですね、副産物の話ですね。まあ、ざっくり言うとですね、あの、バイデンのド変態息子ことハンターのパソコンの中から発見された書類と話を合わせていくと、 バイデンに、まあ、脱税なりマレロンの疑惑がまた浮上するという話なんですね。はい。まあ、どういうことか順番に説明していきたいと思いますが、まずハンターはですね、オワスコっていう法律事務所を持っています。これあの以前びっくりされている方も多かったんですが、ハンターってあんだけジャンキーでめちゃくちゃな人間なんですが、あの弁護士資格持ってますからね。はい。で、えっ、ー、と法律事務所を持っていて、で、まあ、そこを使って結局その海外ビジネスの送金に使用しているっていうところがあるわけなんですね。 で、パソコンの中から発見された書類の中から、ここですね。これそのオワスコの、えっ、ー、と、家賃。オワスコの事務所家賃として、2017年の3月から2018年の2月まで、毎月49,910ドル。まあ、約500万円を支払っていたということが分かっていた,いたんですね。 で、まあ、ここに関しては、ま、随分高い家賃払ってんまんな、みたいな、それぐらいの話だったわけなんですが、はい。えー、っとですね、これがちょっと話が今でかくなってきていまして、ちょっと怒られそうな話なので、ここに載せませんが、運転免許証の画像もパソコンの中にあったんですね。で、その中にあった、そのハンターが当時え、自分の住所ですっていう風に出していた住所が、機密文書発見された場所と同じなんですよ。つまり、バイデンの所有している家に、ハンターは住んでいたわけなんですね。 で、その住所って、おわすこと、全く同一なんですよ。ってなってくると何言いたいかって言ったら、ハンターはお父さん、ジョー・バイデンに家賃として、これマンスリーですからね、毎月、 約500万円を支払っていましたと。で、まずもうこの金額めちゃくちゃなんですよ。えっ、ー、と、もうその資産価値で言うと、まあ月に数十万円ぐらい、まあ50万円とか60万円ぐらいでしょうかね。ぐらいがまあ妥当な線だろうというところで、その100万円超えなんかありえないっていうふうに、今ツッコミが入ってるんですけれども、まずもう毎月のこの金額がありえないぐらい高いですし、えー、さらにお父さんに出してたのかと。で、こうなってくるとね、これっていうことは、えー、バイデンは、息子から、 家賃収入があったわけなんですね。なぜならばそこをこの、えっ、ー、と、会社の名義として使ってるわけですからね。はい。で、えっ、ー、と、バイデンが公開してる納税書類を見てみると、えー、2018年に関しては19,800ドルぐらいですから、まあ、200万円ぐらいの、家、えー、その、えー、家賃収入がありましたっていうふうに言っておりますと、全然500万円に達せないじゃないかと。しかもこれ毎月ですからね。はい。まあ、なんで一応、 えっと、3月からっていうことなので、10ヶ月分だとして、えー、5000万円がここにないといけないのに、なんで200万円しかないんだねと。で、2018年に至ってはゼロですからね。はい。っていうことで、おい、ちょっと待てとおかしいんじゃないかっていう話になってきているわけなんですが、はい。じゃあ、これは果たして、例えば、あの、本の方にも結構書きましたが、あの、 10%ビッグ買い問題ですよね。中国との取引で得られた、え、利益っていうのがこういう形でやってきてるんじゃないかとか、あとはもう別の海外で得た利益ですよね。もうハンターといえばその中国だけじゃなくて、ウクライナもそうだし、ロシアもそうだし、メキシコもそうだし、カザフスタもそうだし、セルビアもそうだしみたいな感じ、いろんなところと関係を持っているわけですから、そういうものがバイデンに流れるみたいな仕組みが、この家賃を使ってってことになってるんじゃないかっていうような突っ込みになってるわけなんですね。はい。まあどちらにせよですね、あの、この家賃収入の税金 金はどこに行くんですかっていうところが今、ツッコミ入ってるわけなんですが、これは回答待ちっていう感じですね。はい、で、あとはですね、この金額とタイミングっていうところからも、怪しさが、えー、にじみ出ているということなんですが、あのバイデンファミリーといえば、中国の CEFC っていうエネルギー企業とビジネスをしてたっていうことは、これ有名な話なんですよね。これも本の第6章でめちゃくちゃ書いてるので、詳しいことはそちら、または、えー、と動画で僕はこれに関しては特集いろいろ書いてやってますから、あの再生リストから、ね、飛んでいただけたらっていうふうに思うんですが、 なんですね、あの、このビジネスの中でハウスオブスウェーデンっていうワシントン DC にある施設の貸しオフィスをこのバイデンファミリーって使ってたんですよね。 えっと、507ってやったのは多分507号室なのかなっていうふうに僕は勝手に思ってますが、はい。この507号室のハウス・オブ・スウェーデンっていう施設のところの、えー、まあオフィスを使ってたわけなんですが、えっと、ハンターのメールの中に4人分の鍵を要求するものがあったっていう話なんですよね。で、具体的にこの4人って誰かって言ったら、えー、バイデン。自分のお父さんと、えー、ジル。えー、まあ一応ギリ、ギリって言うんですか、これは。えっと、お母さん。で、あと、ジェームズ・バイデン。えっ、ー、とー、 弟ですね。だってゴンウェンドンっていう CFC 側のえ中国の代表みたいな人なんですが、この4人のための鍵をハンターが要求してたんですね。で、あの、ビジネスのために、ビジネス仲間ですっていう風に言っていたので、まあ、4人ともハンターと直接関係があるわけなんですが、まあ、今回その深いフォリバーも横に置いといて、あの何言いたいかって言ったら、 今回そのハンターのパソコンの中から出てきているもの。ちなみにこれあのマルコポーロっていうところでですね、あのハンターのメールは全部公開されていまして、検索機能もついてますので、僕もそれから引っ張ってきたんですが、はい。え、その中で調べてみるとですね、え、ここ。これ。ね。えっと、このハウスオブスウェーデンを使うために、当然あの保証金、ま、デポジットを最初に支払うわけなんですね。日本語で言うと資金、礼金みたいな感じかな。それが49,910ドルだったんですよ。 で、えー、これって、バイデンに支払っていた金額とドンピシャで一致するんですよね。まあ、偶然とは思えないじゃないかと。でさらにタイミングもそうなんですが、えー、でさらにタイミングも言うと、ですねあのハウス・オブ・スウェーデンの賃貸契約って、2017年の2月から2018年の2月なんですね。で、この2018年の2月から、じゃあ次どこに行ったのかって言ったら、あの例の中国資金がジャブジャブ流れてきているペン・バイデンセンターって、2018年2月から使用しているわけなんですよ。 で、まあ、要は、タイミング的に言うと、中国と直接関係していたところから、次中国人がジャブジャブ流れているところに移動しているというふうにまあ連続して動いているように見えますから、ちょっといろいろとそういう国家安全保障リスク的な話とかでね、気になってくるところがあるんじゃないかっていうふうに言われてるんですが、こういうふうになんか金額見ても、タイミング見ても、 なんか全てがドンピシャで一致するようなものが出てきてるぞっていうことで、えー、と僕はこれまだちょっとピースがまだこれ全部当てはめきることができていませんのでこれがどういう問題にまで発展していくのかっていうところまで言及できませんがまあこれから多分あの頭のいい人たちがですねそのいろいろ深掘りをしていく中で今回のこのドンピシャで一致しているものがどういう意味になるのかっていうところがいろいろ説明されてくるんじゃないのかなっていうふうに思いますのでまずその辺も出てきたら皆さんに紹介していきたいと思います。はいいっっててうふうにですね今回の機密文書問題ももしかしかたらもうバイデンを 親子もろともいういうに,でき,る風にで,きるできるかもしれないというね、そんな状態になってるということなんですね。はいということで、また続報が出てきたら皆さんに紹介していきたいと思いますので、よかったら動画をこれからも、ね、チェックしてください。はいということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最最後後ままででごご視聴ありがとうございました、えー、最後これですねあの カナダの家を出る直前の出ブたのですね。はい。もう二人とも、あの、どこ行くんだみたいなね。マジかお前はみたいな感じで見,見られていますが、はい。えっ、ー、と、あと2週間ですね。ちょっと頑張って、えー、日本で我慢をして、その後、えー、すぐ帰っていきたいなというふうに思っています。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。